水だコ水タコは、軟体動物八腕類上クマダコ科に属するタコの一種で、世界最大のタコ。水ダコの名は、身が柔らかく水っぽいことに由来するという、別名オダコとも言う。寛海性のタコで、主に日本の東北地方以北の海に広く分布し、北、太平洋が主な生息場所になる。アラスカ、カナダをはじめ、北アメリカ大陸北西部沿岸海域にも、 生息している。クローズアップ水だこの9番タコロイ最大だけあって、体、9番ともに非常に大きい。体長は足を広げると3から5メートル、体重も10から50キログラムにもなり、最大記録では体長9.1メートル、体重272キログラムに達する。口のカラストンビは人の握り拳台ほどもあり、これで餌であるカニの甲羅や貝の殻を噛み砕くと言われるが、 他のタコのような唾液のチラミン毒素の強さについては不明。体のほとんどが柔軟な筋肉であるため力が強く、巨大な個体に絡まれて潜っていた時に襲われ、溺死した例もある。ただし、近づきすぎたり、刺激したりしない限りは故意にダイバーを攻撃することはない。陸上では水中と違い、重い体重を支えることはできず、動けなくなってしまう。 カナダ方面では、大型化し、体長3.5メートルにも達する大物も、少なくないと言われるが、生息地域が寒い海ということもあり、マダコなどに比べれば、まだまだ生態的に未解明な部分が多い。餌は主に毛ガニやタラバガニなどの大型甲殻類や、魚類や、ホタテガイのような貝に、ウニ等も手当たり次第にその巨体を良いことに捕獲し、貪欲に食べてしまう。 本種が最大のタコでいられるのも、寒い海に生息する、それら大型甲殻類などの餌が豊富であり、そのために、寛海には住めない他のタコ類との競争も減り、大型化していったと考えられる。天敵は、イルカやラッコ、アザラシや、トドといった海生哺乳類に、サメ類などの大型魚類などで襲われると、周囲のものに擬態したり、墨を吐いたりして逃走するが、 それらに捕食されるのは小さな個体である場合が多く、巨大な個体なら逆にサメを捕食してしまうことすらあるほどの力を持っていて十分に育った生態にはあまり敵はいないだろうとも思われる。また水族館では同じ水槽内にいたアブラツノザメを攻撃し死亡させた例もある。産卵している水ダコのメスメディアを再生する水ダコの卵。他の多くのタコと同じく 寿命は2から3年とされている。オスは、メスと交尾した後、メスは、地域別には4年ほども生きる個体もいると言われる。死有の違いは、オスの方が、体も吸盤も大きく、相手を捉えて、抱え込んだり、吸い付いたり力も強力だとされているが、その吸盤の大きさから配列は、大小ともに、微な見かけがする。メスはオスに比べて、吸盤の配列や、大きさが、 比較的均等になっている。また、他のタコや、周囲の状況に擬態したり、迷路を解いたりするなど高い知能を有している。捕獲、展示された水タコのオスは家内のタコシャブ本種は、人間によって、食用目的に捕獲されている。体が大きい分、水産上重要種とみなされ、タコズボにて漁獲されている。また、マダコの流通が少ない北海道や東北地方で、 タコというと大抵は本種であり、北海道では本種の漁獲口が最も多い。現在、需要が高いが、乱獲による個体数の減少も懸念されている。北海ダコという別称もある。マダコに比べて、皮膚だけでなく、肉質も柔らかく、水っぽく、それが和妙の由来になっている。かつては、水っぽさからマダコと比較され評価が低かったが、 マダコの漁獲量減少により見直されている。コクが強いマダコより美味しくないという人もいれば、食感としては、水ダコの方が、歯触りが良いという人や、吸盤が大きい水ダコの方を好む人もいる。体の大きさから含まれる、タウリンの多さではマダコをしのいでいる。また、水ダコのうち、メスの方がオスよりも味が良いという意見もある。料理方法としては刺身、寿司、 タコ焼きの他には、おでんや塩ゆで、タコしゃぶ、唐揚げ、汁物、干物、燻製、酢だコ、塩辛などがある。北海道、東北では、マダコの代わりに隠した子料理として利用され、正月料理に使われるタコの多くが、水だコである。本来タコは、腕の方が、利用価値は高いが、産地では、足より、胴の方が、利用頻度は高い。その他各地が流通している。 北国では肝臓や卵巣などの内臓を道具と呼び、食用とする。水族館でも飼育され、展示、公開されている。ワームズ。2012年7月6日閲覧。ABC、ボリューム8、タコ南三陸味わい開発室。海の自然史研究所。2019年10月18日閲覧。AB、水だこ。ナショナルジオグラフィック。 2010年2月14日閲覧。ナショナルジオグラフィック。日本語公式サイト動画動物魚類。衝撃映像サメ VS タコアーカイブド2011年2月25日。アットザウェイバックマシン。食あれば、楽あり。水だこ。歯たえ。変化。うま汁るジュル。日本経済新聞有刊2018年5月14日暮らし。ナビメン。ありがとうございます。